児玉賢吉1月25日から2005年7月は、日本の科学者、工学博士。日本の酵母菌研究の第一人者で、特に森林微生物の収集と分類に取り組み、野生酵母の研究で知られる。秋田県南秋田郡飯田川町出身。1942年、大阪帝国大学工学部発酵工学科卒。1943年陸軍燃料本部技術研究所に配属され、発酵燃料の研究に従事した。最終階級は陸軍中尉。戦後、生家の児玉合名会社に勤務。社内の研究所で自社製品である味噌、醤油、清酒のための酵母の研究に従事した。定年退職後は自宅内の個人研究室、児玉醸造科部研究室で、森林微生物の研究を継続。収集した微生物のサンプル数は世界有数の多さだったと言われる。1997年、世界遺産でもある白神山地の原生林の腐葉土の中から採取した酵母を秋田県総合食品研究所との共同研究開発で選別、分離。その後100株の中からパンに適した4株を発見。さらに発酵性、増殖性、保存性の高いものとして選んだ一株を白神児玉酵母と命名した。通常の酵母に比べて極めて耐冷性、発酵力に優れている。当初は新しい日本酒の開発のための酵母を探しに白神山地の調査に赴いたと言われる。1970年代には児玉醸造の清酒太平さんのテレビ CM に出演。児玉は植物の学名で命名者を示す場合に児玉賢吉を示すのに使われる。ありがとうございます。